もヘッドです。始まりましたけれども、今回からなんとね、スペシャルな企画が始まるということで、私今最大級の緊張しております。なんとね、事務所の大先輩のとある方をお呼びして、行き当たりばったりのリアルガチの体当たりで、いろんなことを吸収させていただこうという企画になっております。早速お呼びしたいと思います。この方です。どーん。この家はさ、はい、全貌は映したことあるの？全貌はないですね。めちゃめちゃいいね。ありがとうございます。マジで。はい、コテージみたいだねってよく。そうそうそう、コテージ。おー、で来てきた。いやいやいや、どうしてということで、はい、まあ、ちょっとタイトルが決まっているので、うん、で一緒にタイトルコールをしていただきたいんですけど、はい、で僕があの、あの、ハヤトとパパイヤ鈴木の行き当たりバッチリっていうので、うん、俺なんで「おう」って言われるの？違う違う、普通は隼人とパパイヤ鈴木の行き当たりバッチリを、だから、はい、じゃあまた隼人とパパイヤ鈴木ので行き当たりって言って、行き当たりって俺がせーので行き当たりって言ったら2人でバッチリにしようか。わかりました。普通そんな感じだよ、タイトルコールね。そうですね。ちょっと一回練習してみよう。はい、隼人とパパイヤ鈴木の行き当たりバッチリ。完璧っすね。あ、じゃあもうこれ練習で本番でいいね。今本番で、今本番で、はい、あとね、はい、業界人あるあるでね、うんうん、あの、じゃあ最後にっていう人がいるの。最後にが10個くらいあるからね。例えば、はい、雑誌の取材かなんかで、はいはい、じゃあパパさん最後に、うん、見てる方にメッセージ、はい、あ、パパイヤ鈴木です、ぜひこの本読んでください。はいはいはい、ありがとうございました。じゃあパパさん最後に、いや本当に最後マンっていうのがいるの。最後の最後に10回ぐらいいますよね。あるある、本当最後にはね、好きな人いんの。そうなんですね。映像でもね、この辞職をつけてるんですけど、この間の楽屋に、うちの楽屋来て、はい、物色して帰って、ね、そうなんですよ。ちゃんとつけてる。つけてます。あそこでアップローチ充電されてるけど、普段空きつけてる。いやいや、つけてないです。俺が来るから急遽こっちに変えた。そんなことないです。丸分かれてる。このね、新企画はなんですけれども、はいはい、僕、ハヤトと事務所の最強のコンテンツ、パパイヤ鈴木さんっていうコンテンツ。まあ、マークではあるんだね。そう、筋書きなしの行き当たりばったりで、この企画を進めていくというね、スペシャル。行き当たりばったりだけど、はい、それがバッチリだっていう。そうです。行き当たりばっちりっていう。はい。で、バッチリになっていけばいいなっていう企画になっております。なるほど。普段はどういう配信をしてるんですか？普段はまあゲーム実況とか。ゲームうまい？ゲームはそんなにうまくないんですよ。あ、中途半端。そのぐらいがいい。そうなんですか。うん、俺ね、俺ゲーム実況見るの好きなんだけど、はいはいはい、僕はゲーム実況見ながら飲むっていうのが最高の楽しみなんです。今度じゃあ見せてくださいよ。ぜひぜひぜひ。あのスキルを、はい、ちょっと腕をちょっと見て。歌のスキルと踊りのスキルはなんとなく分かってるから。そうですね。ゲームのスキルっていうのを、はい、ちょっと見てみたいな。はい、ちょっとじゃあ、うん、トークのスキルも。面白い人は面白い、上手い人は上手いね。ああ、そうなんですね。しんすけさんなんか上手かったね。そうなんですね。しんすけさんは上手かったね。やっぱり、なんかこう、うん、意外とね、見ててもすごいですもん、ね、しんすけさんがすごいのは、必ず一箇所上手いんだよね。はあ。必ず、あと全部けなすよ。はいはいはい、はい。僕なんて、硬いうんこみたいだと言われたんだ。硬い、ね、初めて会った時に、ババヤ君、硬いうんこみたいな。どういうでもその後に俺のことを褒め散らかしてる。じゃあ僕一個褒めてもらっていいですか？お？お前め？君を褒める？はい。いいとこ住んでるね。まあ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 。そもそもウェバーっていうのは、まあ、もちろん僕は知ってます、名前は。はい。ウェブの？そうです、ウェブから広がって。ああ、ウェブから広がって。っていうのコンセプトに作られたんですけど、うん、今もうそのウェブっていうのはもうなんか主体になっちゃってるじゃないですか。ウェブありきのなんかいろいろ改めてウェブってないもんね。なんか宣伝とかもやっぱりこう今もうウェブありきになっちゃってるんで、うん、結成したての時は YouTuber って言葉があんま出てなかった。あんまなかったね。なんで、まあ、これからは SNS を使って発信していこうってことでグループ名がウェバーになったんですけど、昔 の, その芸能界でなんかこういうのこういう番組あったなみたいな、例えばそのスタッフさんに怒られたなとか、なんかそういう思い出とかあるんですか？まあ、怒られたのはないけど、今コンプライアンスって言われて何もできない時代だけど、僕昔ねバカな方の鈴木って番組やってたの。はい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 、それちょっとクレイジーな番組で大瀬も出てるんだよ。あ、そうなんですね。大瀬と山本梓ちゃんっていうの2人が今付き合ってるんだけど、はい、で山本梓のお兄ちゃんが僕なの。
それでそういう、まあ、設定の番組なんだけど、はいはいはい、めちゃくちゃあったよ。ダッチワイフを、はい、あの川の上流から下流に流してどの曲が一番合うかだから山口百恵さんのいい日旅立ちとか日本のどこかに私を、わけわかんないですね。そう、どの曲が一番合うかっていうのをひたすらやるっていう、はい、すごいぞ。すごいっすね。店主が怒ったってあるよ。あのどういったところで。食ロケでさ、はいはいはい、福岡の番組やってんだけど、はい、食ロケで行って、うん、これで話してたわけ、はい、で下の1階にある看板、多分ご主人の看板なんだよ、ね、うんがもうオールバックみたいな感じで、はいはいはいね、こういう方なんだ。上に上がったらもうあの実際にいらっしゃったんだけど、もう年数も何十年経ってるから、はいはい、髪の毛がちょっと少なかったのね、うんはい、そこを一緒にやってる人が指摘したわけ、はいはいはい、下の看板と随分違いますねみたいな感じで、うんそしたら、いやちょっと時間だったらこんなになっちゃったんですよいやすいませんな、失礼なこと言ってダメじゃないかって OK ですっていきなり失礼なやつだと怒り出して大変だったよ。そうなんですか、うん、それなんかどうやってなだめられたんですか、そういう現場は。もうプロデューサーとか、はい、ディレクターがこうやって話をして、はい、俺たちはひたすらそれを背中で待つっていう怖ひたすら待つ。怖いっすね。そういうの何回かあったよ。あ、そうなんだ、うん、その時はもう対処法としては待つしかない。プロデューサーの人に、はい、これ取れなかったらもう次の店行っちゃおうかってプロデューサーの人も、うん、それもありですねって言いながらこっちで談笑してると、はい、もうじゃあやろうかってなって、あすいませんいいですかなんつって、はいはいはい、じゃあトルクライス3つなんつってあじゃあそのロケはちゃんとちゃんと始まったらね、その人もじゃあ今日はちゃんとオンオフがしっかりしてらっしゃるプロかよそっちもプロか、ね、だから僕らのロケやってるのを見て車ぶつかっちゃう人とかね、おロケットみたいな交通事故。いや本当だよ、そうなんですか。あったんだから前に、そんなことある。僕の時じゃないんだけど、はいはい、なんか事故起こしちゃってでどうしたのって言ったら、ロケやってるってそのままこっち見て運転してて事故起こしちゃってバーンって、怖っ。でもね、キュッて急ブレーキとか結構ある。あ、そうなんだ。そう、あれだからもし遭遇してもあんま見ないよ、まあ、ぜひ。危ないですから。危険が、そう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 、危険と隣り合わせですね。脇に運転は本当にそうですよ、やめてください皆さん。僕らはでも本当にね、そう食べるロケが多いので、はいはい、あまりそういう街歩きとかそういうのがないから、あ、そうなんだ、うん、まだまだハプニング少ないですけど、もう食べ歩きとかも少なかったですか。食べ歩きしかやってない。あ、そっかそっか。もう僕は食べ歩きの専門と言ってもいいかもしれない。あ、そうなんだ、うん、結構そのロケで行かれたお店、うん、パパヤさんのサインとかあるお店、うん、結構多くて、うん、あ、本当？僕この間立ち入ったそのハンバーグ屋さんがあって、どこだろう、あの渋谷ゴールドラッシ ッシュ。僕はあのこの間優勝した西武のおかわりくん、はいはいはい、僕と石塚さんでゴールドラッシュ行ってますよ。あ、そうなんですか。で、僕ら前言うっておかわりくんはおかわりっつって来たんだからゴールドラッシュあそこ何回も行ってる。あ、そうなんですね。あそこうまいよ。いやお腹すくね。あの、なんかやってる？一応その YouTube でその料理作ってあげたりとかもあるんで、うん、やってんだ。はい、一応料理はできます。今日はじゃあ何、なんか作ってくれる？そうですね、じゃあちょっとミストカツを僕 YouTube に載せちゃって、名古屋飯。また随分とハードルを、はい、カツってのは難しいよ。そうなんですよ。大丈夫？多分。あ、じゃあ楽しみにしますよ。はい、じゃあ次回はあれですか。はい、ちょっとご飯作りを、ご飯作りをしてみようと。なるほど、思います。楽しみです。はい、なんか告知とかあれば。告知はあの10月の17日に、はい、プランチタイムライブというのがあるんですけど、これあの露骨なライブで。露骨なんですか。うん、あのお仕事くださいっていう。ああ、必ず MC 僕出てって最後にお仕事お待ちしておりますって、はい、こう2階の方に行くよ4階の方に2階で、1階の方にも私来てください、2階の方には、はい、お仕事お待ちしておりますっていう、はい、必ず言うっていう。ウェバも出ますね。出ます。はい、アルスマベラも出ますし、はい、この間結婚した幸せいっぱいのリリコさん、リリコさんも出ますので、僕も出ます。ちょっと正しい企画があるんですよ。そうですね、アルバム絡みのいろいろ一緒にやるのもありますから、はいはいはい、ぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、はい、まさかのご飯作りを次回やっていきたいと思います。はい、ということで、隼人と、パパヤスヒド、行き当たりバッチリ。はい、ということで、皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。楽しみ。